動画をご覧の皆さん、こんにちは、わたほです。今日紹介するおもちゃは、仮面ライダーガイム、アームズチェンジシリーズ、マンゴーアームズキュウィアームズセットです。中に入っている鎧を装着すると、仮面ライダーリュウゲンと仮面ライダーバロンがこのようにアームズチェンジします。なお、このスタイは仮面ライダーリュウゲンの、こちらは、アームズチェンジシリーズ02の仮面ライダーバロンですね。 それでは早速箱の中を開けてみます。まずこれがキュウイアームズの鎧パーツですね。それからキュウイアームズのカブトパーツ。こちらがキュウイ激輪です。それから次にマンゴーアームズの鎧パーツ。カブトパーツ。そしてマンゴーパニッシャーが入っています。今回のレビューでは主にこちらのマンゴーアームズをレビューしたいと思います。マンゴーアームズで遊ぶ際は アームズチェンジシリーズ02の仮面ライダーバロンの素体を用意します。それではマンゴーアームズの鎧パーツに、兜を取り付けてみたいと思います。このヒンジではなく、後ろ側のここにヒンジがあります。これを展開します。そして上を持ち上げます。最後にここを展開します。このようになりました。 ここに、兜パーツの、ここに穴があります。このように取り付けます。展開した順番の逆に戻していきます。完成です。これがマンゴーアームズの鎧ですね。 大きさ比較としてオレンジアームズを用意しました。この、あマンゴーロックシードもこのようなメタリックな質感があったんですけども、マンゴーアームズも赤いパールが施されていてとても綺麗です。 それでは早速仮面ライダーバロンをマンゴーアームズにアームズチェンジしてみましょう。まず、両側を開きます。この可動軸を使って曲げます。次にこの肩のアーマーを展開します。この状態まで来たら仮面ライダーバロンに装着します。装着の仕方はいつもと手順は同じです。本体の へこんでいる部分あとは鎧の凸の部分4箇所をはめ合わせます頭部のスリットにも気をつけながら鎧を装着します次は肩を展開します肩には二重のヒンジがあるので各部を調整します 次は正面です。ここはちょっと複雑なのでまず構造を簡単に説明するとここに見えるこのパーツが伸縮しますそしてここに1重2重3重ヒンジになっているのでここを調節して胸パーツへと変形させますこのパーツを頭部から外し背中側へ展開します 背中パーツを後ろ側へ展開します。このヒンジを折り曲げたら再び元に戻します。このパーツを後ろ側に展開します。ファイトオブハンマー、アームズチェンジの完了です。 後ろのマンゴーのパーツがマントのようになっていてかっこいいですね。もう劇中のカイトの毛高さみたいなのが出てますね。この辺の頭部の処理が面白いなと思いました。上半身のアップです。クリアパーツの中に複眼が確認できます。後ろに背負い物をしているだけあって若干後ろの方に重心があります。 次にマンゴーパニッシャーを装備させてみたいと思います手に持たせるとこのような感じですマンゴーパニッシャーのこの先端部が若干重量があってポーズによっては手首が下がってきちゃうかもしれませんね このように様々なポーズを取らせて立たせることが可能です。両手持ちをさせることも問題なくできます。というわけで今回のマンゴーアームズのレビューいかがだったでしょうかマンゴーアームズの鎧自体にも今までとは違うギミックを持ってくることでとても変形自体も楽しかったです。 アームズチェンジシリーズの仮面ライダーバロンを持っている方にお勧すすめします。次回は9位、e、アームズをレビューしたいと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたァでした。